皆さんこんばんは。ジャーナリストの古瀬光晴こと篠原丈一郎です。恒例の俺話、今日はですね、ちょっといただいて温めておいたですね、泡盛の泡盛ですね、琉球最南端で作ったっていうんですかね、これね、波照間って言うんですか、これ波照間島、泡盛ですね、一番南の地域の泡盛みたいですね。それはやっぱりウィルキンソン割り、もう最近ウィルキンソン割りがね、定着しましたけどね、ちょっといただきますね。あ、これもすっきりしてますね。でもやっぱりね、泡盛独特のなんていうかね、サトウキビで作ったお酒のいい味が残りますよ、これ。あー、うまいね。ちょっとね、一仕事やった後で、後ろ見て分かる通り、グレンコさんのやつに続いて、まあ、もうちょっと時間を置いたんですけどね、しばらく経ってやってるもんですからね。で、いろいろいただいてるのもご披露しようと思ってね、まあ、ちょこっとずついただいてます。これフィットカットコーヒーとかね、もう結構、ダイエットとか健康にいいもんね、丸ごと発酵茶とかね。これ、美味しいですよ、結構ね。それから、これも最近もらった、カルシウムコラーゲン、こんなもんね、サプリをね、かじりながらやってて、ついこの間バラフォルタのこんなね、まだ開けてない、これから開けて食べようと思うんですけどね、山形グミ、沖玉デラウェア、ね。グミ大好きなんですよ、実は。あまり食うとね、太るかなと思ってるんだけど、車を運転するときにね、眠気覚ましに噛むといいんですよね。これタクシーの労働組合の委員長に聞いて、国会議員を、送迎するときの車のとき結構眠くならないように、こういうものを噛んだり、ガム噛んだり、まあ、議員さんにはね、ちょっと失礼かもしれないけど、眠気覚ましなんで許してくださいってね、口くちゃくちゃさせながらね、長い距離も運転したもんですね。まあ、そんなことで、あと今日は、ちょっとだけね、色が変わっちゃって安くなってたですね、果物を買ってきて、ね、葉っぱ発酵食に最近意識してるんですよ。んで、チーズをね、買ってきてね、ハーブとガーリックが入ったね、元気の出るチーズをちょっといただきますね。まあ、グレンコさんのに、お聞きするっていう一番目のね、まあ前もちょっと中途半端にちょっと聞いちゃったのがあってですね、改めて聞く動画を作って、なかなか皆さんの反応もあって面白いですね。グレンコさん、ぜひね、グレンコさんが日刊スパにお書きになった2つ分の記事もお読みになっていただくといいんですが、今日のね、話は噛み合ってたんじゃないかなと思いますよ。やっぱり、クリミアの問題ね、単純にロシアが取ったっていう話、まあ、ニュース報道的にやるとね、伝聞情報があって、やっぱり、これはウクライナがね、こう、ソ連邦崩壊でですね、大きく西側に傾斜しそうな時にね、必要な場合に軍港を抑えなきゃならないっていうのはね、ロシアの政権のね、歴代の、まあ、必須課題だったんでしょうね。で、それが正しいかどうかって別にして、まあ、当然そういうふうに動いてくるわけなんだけど、同時にね、地域が 77% もですね、ロシアの使用人口がいると。で、もうちょっと僕もね、きちんと今度ね、民族としてのアイデンティティを聞いてみたいんですけどね、言葉って民族の大事な要素なんですよね。でも、ウクライナの人っていうのは、ウクライナ語ってのもなかなか僕いい言葉だと思うんですよ。僕ちゃんとできないけれどもね、ロシア語から類推してある程度がわかりますしね、結構ロシアでも歌われてる歌はウクライナ語で歌われる歌が多いんですよね。コサックの歌なんかもそうですし、割と僕ウクライナ人の歌手好きで、ユーリ・グリアーエフとかね、もう亡くなっちゃってますよ、もちろん。ソビエト時代から活躍したユーリ・グリアーエフとか、ユーリ・ボガチコフとかね、好きなんですけどね。彼らもウクライナ語で歌った歌あります。とっても綺麗な
言葉だなと思ってるんですが、使えない人結構多いですよね、ウクライナ国民でね。で、私前にですね、ちょっとボランティアでお助けしたご夫婦がいて、若い夫婦だけど、お旦那さんの白血病で日本の病院でね、広島の病院で、原爆病院で治療にやられて、まあロシア人とかウクライナ人はみんなでカンパしてですね、生活費をね、集めてやってたんですけど、その二人の、まあ治療費をもっと集めようということで、チャリティーコンサートがね、多分6年以上前かな、あったんですよね。その時は私、広島行きまして、ロシアの歌を歌ってね、まあコンサート人集まって お金も集めてっていうあれだったんで、まあ、演奏させていただいたんですけどね。その時にお二人と会っていろんなお話をして、その後も一回ぐらいお会いしてるんですよね。でもこのお二人は、ロシア語で言っちゃいますけど、地名、ドニエプロペトロフスクから来たんですが、ロシア語しかできない人でしたね。だからそういうロシア語使用人口っていうのは、クリミアに限らず、ウクライナにも結構いるし、東部地区なんかはね、東部ウクライナ、ドンバスなんかは相当多いわけですよ。ですからね、僕は思うんですけども、グレンコさんお触れにならないんだけど、ロシア語の公用語からの排除って言われたときに、ロシア語しか使用できない人たちは、自分たちのアイデンティティが、二党三党の国民に陥れられるんじゃないかということを非常に恐れたし、また一部分ですね、ちょっと僕、グレンコさんの本で気になるのは、また、まとめてね、ちゃんと言いますけど、ロシア人は勝手にこうね、民族浄化の結果、ウクライナに入ってきてね、定着しちゃったんで出ていかなきゃなんないみたいな物言いをしてるんだけど、それってまずいと思うんですよね。逆の意味での民族浄化になる。現状を大事にっていうことをね、おっしゃっているんだったら、今住んでる人に支持されるようなね、政策が必要ですよね。まあ、非常に難しい問題ですよね。混住しちゃってるっていうのはね。混住って結構あって、実は北海道方面のね、樺太と千島列島でも同じような問題が江戸時代に生じちゃったことがあって、まあ最後は人為的にね、樺太と千島を交換しようって話になったけども、あれ、無茶な話だったんですよ。お互いにですね、もう土地が交互にですね、開拓されて、集落ができていたんですよね。日本人の集落、現地の原住民の集落、そしてロシア人の集落っていう形でできていたんで、これが混ざっちゃってて、地域で線引けなくなっちゃって、まあしばらく国境なくていいじゃないかって、まあお互いにあうんの呼吸でやってる時期が江戸時代結構あったんですよね。それを明治が近づくときに、あれは明治になってからですね、はっきり線引いたのはね、いうことだったわけなんですよ。まあ、そういう歴史を考えてもね、国境とか民族の問題って難しいなぁと思うんですよね。で、まあね、ウクライナのことはいろんな思いがあってね、独ソ戦においてもやっぱり激戦地の一つで、ドイツによって相当被害を受けてですね、まあ、たくさんの人が亡くなってるわけですよね。同時にですね、まあ、スターリンの圧政でね、ものすごい犠牲者を出したところでもある。ただ、スターリンの圧政で犠牲出したのは、ウクライナだけじゃないんでね、ベラルーシでも、ロシアでもね、また他のね、コーカサスでもみんな犠牲者出してるわけで、ウクライナだけがこういじめられたっていうあれでもないと思いますけどね。ただ、ウクライナ人は、かなりね、豊かな土地だったんでね、富農ね、クラークって呼ばれたんですが、豊かな農民は階級的だっていうね、機械的な共産主義を適用されて、シベリア方面に強制移住させられたっていう歴史は、ソビエトの時代の初期にかなりありましたよね。ですから、どなたかが何名か指摘したと思うんですけど、私統計資料見てないけど、確かにね、ウクライナ系の名字ってわかりますよね。チェルネンコとかね。子がつくんですね、後ろにね。それだけじゃないですよ。苗字とかで結構ね、民族わかるんですよ。それで言うと、シベリアはウクライナ系多いし、あとこれちょっとね、必ずしもね、
一人二人の先生に聞いた、あの、ロシア語の先生に聞いて、ロシア語の先生、ロシア人の先生に聞いたんですよ、これ。シベリア方面にはウクライナ語のイントネーションが入っちゃった言葉を話してる、ロシア語を話してる地方があると。だからそれを標準のようにそういう先生から学ぶと、ちょっとシベリアっぽい、田舎っぽいロシア語になっちゃう。ロシア語って方言がないって聞いたのにね。それで初めて方言があるんだってこと気がついたけど、その方言がね、そういうなんていうかね、過去の人為的なね、政策のために生まれてるっていうことをまた、言葉っていうのは歴史が刻まれるんだなってことを感じましたよね。同じようなことはなんか、あれなんですよね。だから、オデッサとかね、オデッサ州とか、まあ、クリミア自治共和国もそうなんです。もともとは南ロシアっていう感じに入っていたのが、便宜的にですね、ウクライナに編入されていく。もう、ソビエトの時代はですね、もう民族の差っていうのは、諸民族は平等だから、あまり関係ないんだっていうね、資本主義間でのね、民族自決とまたね、別な、でもそれ大事にしなきゃなんないよっていうね、民族紛争の経験から、一応、ウクライナ社会主義、共和国とかね、ロシア連邦社会主義共和国とか、そういうね、社会主義共和国がですね、15集まってソビエト連邦ってのを作ったわけですよね。そういう中でウクライナっていうのは2番目に大きな、ソビエト連邦の中で、共生共和国だったわけだけど、で、ウクライナについてちょっと何勉強したらいいかっていろいろあるんだけど、結構いい本って今少ないですよね。ちょっと前の本だと、こういう物語、ウクライナの歴史っていうね、中高新書から出てるんですね。これね、お書きになった黒川雄二さんという方は、外務省の元官僚で、ウクライナ大使をやられた方ですよ。ウクライナモルドバ大使をやられた馬淵先生って方もね、論客でいらして、今度私1月にね、馬淵先生と対談することにもなってるんですけれども、この本はすごくね、こう短い量で、わかりやすくまとまってるもんで、これ皆さんおすすめですから、もし興味があったら皆さんね、ウレンコさんと私とのやりとりを、見ていく一つのベースとしてもね、判断のベースとしてもこれいいんじゃないかと思いますよね。淡々とウクライナの歴史書いてあるんですけど、まあ、ウクライナってのは独立国、本当の意味での独立国になったっていうのは、ソビエト連邦が崩壊してからということで、1991年だと、いうことなんですよね。独立勢力としてその革命の中で戦ったりとかね。で、ウクライナでもね、この中で言われて国家を持たない民族。ただ、でもユダヤ人でもないんですよね。で、ロシア帝国の中でも活躍して、コサックなんかほとんどね、主力はウクライナ人ですよ。それがシベリアのね、開拓までやっていくんですよね。帝政ロシアの先兵としてね。あるいはコーカサスの反乱を起こす勢力ね。その中にはイスラム教徒の部族もいるんですけど、それを制圧するために、トンデン兵の形でウクライナから移住させられてね、コサック村を作ってたのも、主力は、ウクライナ人で、それにですね、軍事組織として統合するためにロシアの将校が派遣されるというようなことが、行われたんですね。有名な詩人のレールモントフっていう人は、そういう、まあ、コーカサスのね、コサック村に派遣された、ロシアの青年騎兵将校だったわけですよ。で、まあ彼はだからコーカサスのね、いろんな物語を集めて、小説のような形で残したりしてるんですね、詩とかね。まあそういう、なんていうか、ロシアの、まあ、帝国が半島を広げてね、それがいい悪いは別にしてですよ。まあロシアっていうものを形成していく上で、ウクライナ人が果たした役割って大きいですよね。だから、そういう歴史考えるとね、機械的にこうなんかね、これは人のことだからあんまり言っちゃいけないんだと思うんだけどね、ウクライナだロシアだって憎み合ってこう線引いてね、ロシア人出てけとか言うのもおかしな話だしね、そんなのはバルト三国でもやってないわけだしね、バルト三国でもいろいろ紛争あったわけですよ。ゴルバチョフ政権がひっくり返る一つの原因は、バルト三国での民族紛争もあったわけですからね。まあ、で、まあそういう形でね、民族紛争が起きて、まあロシアの力も、だいぶ落ちてってっていうことなんですけどね。そういう中で、でもウクライナってのはずっと混乱を続けてるというのは間違いないですよね。
まあこれからどうなっていくかっていうのはね、我々も関心を本当に持つべきですよね。特にドンバスの内戦はね、あれもだから、OSCE ですか、ヨーロッパ安全保障機構の監視団っていうのは入ってるんだけど、基本的にはロシア軍っていうのはいないんですよ、あそこはね。で、現地民がね、現地で武器を調達してて、これできるんですね、実は。ソビエト時代は、戦時動員のためのね、武器庫っていっぱい作って、数十年前、下手すればですよ、80年ぐらい前の兵器もきちんとね、保管されてるんですよね、使用できるようにね。それは各部隊の集結地になるべき場所とかですね、過去のですね、MTS っていうね、本来は、本来の役割は、機械化された農業、もう農場のね、機械、農業機械ですね、トラクターとか、そういうものの整備工場として作られたのが MTS って言うんですね。これがですね、軍事転用されて、戦車の修理工場になっていったんですが、その整備工場はそのまま拠点になってですね、多くの戦車やですね、火器がね、モスボールされて保管され、ソビエト各地には保管されていて、それがそれぞれ独立した強国各国にね、分けられてるんですね。ですから、まるでどこから湧いてきたんだよって武器が多いわけですし、対戦中のね、兵器、旧式な兵器ね、ウクライナ軍も使ってましたけど、マキシム機関銃っていうね、水冷の大きなね、車輪のついたね、重たいのがもう本当にね、欠点のね、重機関銃があるんですが、これをウクライナ軍が使ったり、14.5mm って大変な大きな口径の対戦車ライフルがね、ドンバスの方の、独立派の義勇兵に使われたりってことがあったのは、そういう武器庫から引っ張り出してきたってことですよね。旧式な第二次大戦中の機関銃から、新しい機関銃まで全部使ってましたけどね。そういうような形で、初期にはかなりね、義勇兵も入ってった。それからちょっと逆にですね、プーチンが揺さぶられてですね、戦車部隊の訓練をやるとか、そういうような支援はあったのは間違いないですね、ロシア側でね。ただやっぱりロシア側としてはね、ロシア語使用者に対してね、庇護をするっていう態度を示さないとね、ロシア国内でも混乱が起きかねないと、プーチンの求心力が低下するっていうのをおっしゃることを恐れたんだと思います。それがいいか悪いかは別にしてね、ロシアはそういう動機だったと思いますよ。半島を広げるっていうのは多分力に余ったんじゃないかな。そんなこんなで未だに内戦続いてるんですよね。で、先日、ドイツや、ベラルーシや、ウクライナやロシア、集まってですね、ポーランドも参加したのかな、和平会議を行われて、一応停戦協定が発行したことになったけど、これもね、型通りにはちょっと受け取れないですよね。過去も何度か停戦協定結ばれたけど、どっちかが破っちゃう。って言っておきますよ。私はウクライナはやったと思ってるけどね。動機的に見ると、住民地域に対して激しい爆弾の砲撃を行ってますしね。あんまりやめる気を感じないというかね。でもこれも、現地に入りにくい状況ですからね。なかなか断定はできないわけですよ。なんとかね、やっぱり住んでる人にとってたまんない話だし、もうすでに1万8000人ぐらいで亡くなってると思うんですよね。なんとか止めていただきたいし、ポロシェンコ政権の時はね、安倍総理が2回ぐらいポロシェンコさん会った時に、かなりこう停戦協定の遵守をね、厳しく言ったっていうのは聞いております。経済支援をね、求めてきたのに対して、経済支援するに際してね、この経済支援が砲弾になっちゃ困るわけですからね、日本としてもね。そういうことで、かなり働きかけは遠い国だけどやったという事実はあるわけです。そんなことでね、ウクライナの問題はね、考えるきっかけができたという点は良かったと思っておりますんでね。あとでもね、まだまだこれからあるのはね、中国もこれからね、語っていかなきゃならないですよね。
今でも中国の内部も大きくなんか激動の予兆がします。かなり混乱した状況で、国家のですね、支配を司る部門が、権力構想をしてるんじゃないか。その結果として、諜報員がね、亡命するってことは、この間台湾でもね、逮捕されたのか亡命だかわかんないんだけど、そういうことは起きてますし、オーストラリアの王立強の亡命の話はね、いろんな内容がバレたと。香港に対する工作もバレたということも含めてね、かなりね、習近平の支配をさらに強めようとする力と、まあ、既得権益を守ろうとする、既得権益あちこち作っちゃうわけですよ、官僚国家ってのね。それを守ろうとする人たちの利害のぶつかり合い。これが単純じゃないですよ。綺麗にしていこうとする方と汚い方の戦いっていうだけじゃなくて、お互い汚いことしながら、両軍が荒らし合っちゃって、縄張り争いやってると。いうのが中国の権力構想の本質ですからね。そういうことが起きていて、かなりね、求心力が低下し、結局、米中経済紛争もね、中国が不利の流れで今、終始してますよね。この流れっていうのはよく読んでね、やらないと、下手にこう中国にね、妥協してもね、なんか、そんな方向にね、日本も行っちゃう可能性もありますしね。そういう点はね、見とく必要があるんじゃないかなと思いますね。韓国は混迷を深めてますしね。相当双方で、ヒートアップした戦いになってるんで、かなりフレームアップした話が伝わってきてますけど、まあ冷静に見るならば、未だにですね、抵抗が続いてると、保守派のね、泊まり込みでもうそろそろですね、雪も降ろうかという時なのにね、熱い汗をかく時期からですね、続いてるというのは恐ろしいことですよね。これがどうね、結末を見るのかね、まだまだ不透明なところがあります。いずれにしてもそんなに遠い将来でないところで大きな動きがあるのは、4月の総選挙を控えて間違いないところじゃないかと思いますね。北の側もですね、今、ICBM の発射をするかのような動きをずっと続けておりまして、それに対してアメリカはね、かなり、締め付ける、まあ、空中警戒も、それから空母を派遣しての警戒も強めている状況ですよね。まあ、どうもね、アメリカ軍が動く場合は、何かしらのね、国際機関の決定がないと難しいんで、今のところすぐっていうことにはならないようなんですけども、まあでも、北朝鮮の動きによってはちょっと限定的に衝突することもありえないわけじゃないですね。かなりこういう状況だから、自衛隊もかなり大変なことになっていると思います。具体的な話はね、しませんけどね。かなり、お家に帰れない方も出てんじゃないですかね、今ね。米軍もかなり厳しいけど。だから米軍がでも動いてて、一つやっぱり象徴的なのは、対応する通常兵力がね、かなり衰えてると、北朝鮮はね。まあ燃料不足が効いてるということですよね。十分なスクランブル体制も取れない。まあ前だったら偵察機少し飛ばしたらすぐパーンと基地から飛んだもんだけども、それもおぼつかないようですね。だから核兵器に今もう全面的に頼ってるってことですかね。これはね、これは昔ですね、軍事研究という本とか、インテリジェンスレポートっていう公安調査庁系の本にも書いたことあるんですけどね、北朝鮮の核戦力ってどういうふうに展開するのか、もう何年も前だから古い話だけど、まだ十分ね、ミサイルのペイロード、要するに弾頭を 重たいものを積む力がないのに、核弾頭自体は結構重たいわけですよ。4トンぐらいあると。で、今、小型化、核弾頭の小型化に成功したんじゃないかと言われてはいるんですけど、正式に確認していません。ただ、通常のね、例えば広島型の原爆に搭載する程度の、ただ4トン前後のね、
核弾頭ならば20発から40発あるんじゃないかと。で、これをね、どう、戦力として使うかっていうと、まあ、北朝鮮は基本的にはですね、航空機に搭載して飛ばすってことを、一応手段として持ってますね。イリューシンの28型っていう本当に古いね、多分、現用のジェット爆撃機ではね、中国が使ってる H6 っていうのよりもはるかに古い。1947年にね、実用化されたジェット爆撃機があるんですが、これがですね、共食いしながら、中国製とソビエト製をね、共食いしながらね、一個飛行部隊、北朝鮮の空軍は持ってます。これがですね、4トンのペイロードで、実は核攻撃機なんですよ。西側の、例えば、かつてソビエトはヨーロッパで、西側の軍隊とぶつかるってことを想定していて、イリューシンっていう飛行機はですね、低空をですね、突っ込んでてね、急上昇しながら核爆弾を落として、急上昇して起動すると。それまで低空を飛行するっていうね、一種の奇襲核攻撃をやる飛行機として、作られてまして、その性能はですね、なかなかあるんですね、古い飛行機だけどね。それがあるっていうことはかなり中国には脅威だったんですね。で、この飛行部隊は新義州って読むんですけども、指示州か。その近くにも、展開していて、中国側からは場所によってはその基地を撮影できるんですよね。で、その写真僕見たことあります。イリューシンの部隊なんだけど、ちゃんと、飛べる状態であるということですよね。そういう形で、実際はね、これが例えば、日本とか韓国に向けて飛ばしてもほとんど全部落とされてしまいますけどね。レーダーでちゃんと見つかっちゃうし、かなり東シナ海から日本海っていうのは、濃密なね、探知もありますんで、衛星も含めてね、三次元的に探知されて、速度もだいたい時速800出ないぐらいですからね、落とされちゃうと思うんですけどね。それがどうミサイルにシフトしてるか、ということがね、周辺国が、北朝鮮の核で、脅威を与えられるかにかかっ、の、問題に深く関わってるわけですよね。そういう形でね、北朝鮮は今核に全面的に頼ってると。で、今、核をこう、握りしめながら、北朝鮮から見るとですね、韓国がね、もっともっと国力が衰えるのを待つと。いう戦略なんでしょうね。そういうことを大きな戦略的な流れを見ながら、どうなっているかっていうのを見るのがね、国際情勢の読み方なんだと思うんですね。それにしてもあれだね。それに比べると我が国の国会はちょっと情けないことを起きますね。もう僕は、申し訳ないけど、葛飾さん僕よく知ってる人なんだけど、今回、そのタクシーの中で、うんぬんかんぬんで書類送検ね、女性にちょっと猥褻な行為をしたとか、また酒飲んだんだよね。酒飲むとちょっとね、知らんなんですよ、彼は。で、前回もなんかいろいろ週刊誌の目前で変なことをやったことに際してはね、もう二度と酒飲まないって言ったはずなのに多分飲んだんだよね。そうでなきゃありえないですよ。この際だからもう議員はお辞めになった方がいいと思うけどね。どっかのね、自分のことを棚上げして喜んでるな、YouTube で騒いでる党首もいるけどね。なんかあまりにもハレンチとはね、情けないことが多すぎるよね、日本の国会は。ねえ、盛りかけ騒動だって今は言ってないけど、今花見でしょ？だこういうこと言うとね、花見の問題大事じゃないかっつってね、押し返るけんだけど、どこが大事なのかなんか説明してほしいですよ、僕は。
とか、その参加者が5000円払ったこととか、それをよりましてなんかいいもん出したんだから、そんなことがね、国会質問の争点になるってのはおかしいですよ。まあでも僕は今いろんな人と相談しながら、本当にね、政治の中で今何を議論すべきかってことをもうちょっと整理してね、政治運動的なもので提起するものも必要かなと思ってて、これは自分一人の力ではできないからね、やっぱり志のある方と協力して、その、まあ、政治なら政治をやる人はそういう役割を果たしていただいて、私らこう発信するものは発信していくと、で調べてちゃんと発信していく、不正確でないことをね、いうことをねやろうって今相談しているところなんですね。まあそれについてはね、来年力になるかどうかね、私としてもぜひ力にしてまともなことが言える社会になってほしいと思いますし、まあそういうつもりで僕はあちらこちらで中絶そうなことだってなんだって話してるつもりなんですね。もうタブーなんか置いといて、おっかなびっくりなんかでやってられる状況じゃないんですよ。もうすぐそこにですね、もう危ないことが来ている。もうこういう言いたいことが言えるのもね、下手すれば叶わなくなるかもしれない。という局面に来ている中でね、もう、なんかこれ脅迫が怖いからとか、なんとかで言うことを言わないってわけにはいかないですよね。それにつけても北朝鮮ってのは生命力がある国ですよ。本当にね、手強いですよ。あれだけ人民を犠牲にするけども、人民のね、血の上にそそり立つんだね。で、それを綺麗ごとに塗り替えて、それをね、信じ込ましてね、頭の中に突っ込ましてね、北朝鮮の、なんていうか、思う通りに動く人たちがね、外国にもいっぱいいるってことはね、こんなね、盗作した現実ね、こんなことが本当に起こり得るとは思ってなかったですよ、20年前は。ましていろんな問題ですよ。トリエンナーレの問題だって何だって、アイヌの問題、今日ちょっとびっくりする写真見ましたよね。琉球独立っていうね、のぼり旗を掲げてね、アイヌのような人たちがですね、パレードやってんだよね。まあ、そんなこと言うとまたヘイトだとか言われるのかもしれないけどね。まあ、アイヌの人たちなんでしょう。でもなんか違うと思うね。で、まあ、もう少ししたらちょっと整理してね。北海道アイヌ協会とか、そのアイヌ団体が、一体この次の段階で何を要求してるかっていうのを、全部羅列してみようと思うんですよ。本当驚くべきことがありますよ。例えば、アイヌだけは掛け金がなくても、年金が受け取れるようにしろとかね。それはね、もうずっと明治以来の歴史で、あれ、天皇家と、を中心とした日本がね、アイヌを侵略し、虐待したことに対する償いだそうですよ。そんなことをね、本気で言ってるんですよね。で、それに対してね、言われた側は押し黙る。そういうことを主張している団体の幹部が、政府のアイヌ政策推進会議の委員になってる。これは重大ですよ。で、私がいくらこういうことをね、こうやって公に言っても反論してこない。反論してくるのは変な乱暴な連中がヘイトスピーチだ。アイヌ差別だ。これがね、言論の自由がなくなっていく過程なんですよ。で、こういうことはね、誰かがやっぱりね、体張ってやんなきゃなんないんです。言論っていうのは言論だけで守れないからね。まあだから、本当に皆さんね、今考えてほしいですよ。こういうことはね。居酒屋での自由な言論もね、もう過去のものになっちゃうかもしれないですよ。
果たせないんですけどね。川崎のヘイトスピーチ条例の問題を取り組んでみたいと思うんですね。もうすぐ近くで起きていることですからね。本当に在日の人のためにはならないです。まして日本人のためにはならない。こういうものはね、本当に、なんで作っちゃって、これでなんかヘイトスピーチがなくなるって言えるのかね。文化的な戦いですよ、こういうものは、本来。行政罰的にやるものってのは結局ね、これはあれですよね、全体主義なんだよね。それでいて、表現の自由の中でね、人の心を傷つけるようなことは自由だと言い張る。この問題についてもね、真剣な議論してほしいですよね。表現の自由は無条件に守るってもんじゃないでしょう。まあそんなことをね、考えながらね、つらつら飲む酒でも酒がいいとうまいんですよ。まあね、明日、明後日とまた忙しく動いてますけどね。それでこれだから、この俺話はだから1日遅れで公開することになると思いますけどね。まあ、大きな、なんか大差なくね、この2019年は超えていきそうな気がしますが、来年はまた厳しい年になるでしょうね。まだまだ緊張は続いてですよ。もうあれですよね、上がったり下がったりですよね。もう、現象だけ見て、その、なんていうか、テレビとか、地上波のテレビとか、新聞が醸し出すね、ものだけで振り回されてると、ほんとジェットコースターでしょうね、これね。南北の首脳はね、なんか手つないで、うろちょろ歩いてたかと思ったら、お互いではないですよ。一方的に金正恩が罵って、トランプと仲良くなって、で、今、ムンジェインだったらトランプさんからも相手にされないで、今あれですよ、ソウルのデモではね、スパイ大統領やめろなんて弾劾かけられてるわけですよ。で、ずっとですね、パククネ大統領が追い落とされた時よりも激しい戦いにさらされて、左右でね、戦ってるわけですよね。こんなになることってのは、本当に表面のニュースを見てるだけだったら予測できなかったと思いますね。私も決して予測できたわけじゃないけども、ムンジェインのやり方は行き詰まるとは思ってました。もう、経済法則も、政策としてのあり方もね、全く無視したね、ばらまきと、新たな利権を作り、全くそっくりですよ。日本のね、地底思想家と韓国の地底思想家がやってることは全くそっくりです。でそこになんか中間派を巻き込まれて、モデル事業を見せられて、見事に騙されるところがそっくりですよ。平壌のはね、モデルタウンを見せて騙されるのと同じですよね。まあだから来年はあれですよ。まあ大きなイベントで確定してるのは都知事選とオリンピックぐらいですか。でも総選挙があるんじゃないかなっていう気もするし、来年もまた一つの日本にとっても曲がり方が来るのかなと。そういう時はですね、感情とかに踊らされるんじゃない、正確な見通しを持ってね、いろんな一有権者であっても選択をね、慎重にしていただきたいもんだと思いますね、私はね。まあそのためにもまた頑張って参りたいと思います。まあ今日はもうつらつらと、多分もうそうですね、40分ぐらいで喋ったのかな。まあこれくらいでお開きにしてですね、あとはもうこうスッと飲んで気持ちよく寝たいと思います。今日は割とね、疲れ取れてるんですよね。まあバラモンがきつかったですけどね、なんとか乗り越えて、でもまた乗り越えなきゃならない壁がまだね、年内、ありまして、21日には富士見市でね、平和学習会で講演させていただき、24日は地底思想から国民を守る会の立ち上げ会でですね、
池袋で公演させていただく、あの、リレー公演でね、岩田敦先生や、中村悟さんともご一緒するんですが、そういうものをね、大きく成功させて、また、近々ですね、常念司さんの深掘りにも出ますし、チャンネル桜の最後の討論会、年内最後の討論会にも出ます。文化人放送局の打ち上げみたいな放送にも出ます。まあ、今年は皆さんのお力添えでですね、大きく飛躍した年でもあるし、しかし責任の重さを痛感する年でもありました。まだまだ最後じゃないんですけど、今しばらく年内はお付き合いいただいて、ご支援の方をよろしくお願いしたいと思います。今日はこれぐらいにしますね。どうもよろしくお願いします。ありがとうございました。